皆さんこんにちは。今日はディズニーのキャストがパワハラを訴えた千葉地判令和4年3月29日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。ディズニーランドで着ぐるみを着てショーに出演していた女性キャストが客から指を曲げられて負傷するという事件が起きました。この事故について被害に遭ったキャストが船橋労働基準監督署に労災を申請しようとしたところ、上司からエンターなんだからそれぐらい我慢しなくっちゃ、君は心が弱いよと言われ申請を断念し、鬱が発症しました。その後バックステージで過呼吸に襲われることが多くなったことから、女性キャストが配役の変更を申し出ても、わがままには対応できない、解雇対象になる、次に倒れたらやめてもらうと言われたり、懇親会で仕事仲間から早くやめてくれないか、30以上のババアはいらねえんだよ、やめちまえ、てめえのわがままは聞いてられねえんだよ、俺の前に汚ねえ面見せるなと言われて精神的な苦痛を受けたと主張し、オリエンタルランドに対して労働契約上の債務不履行もしくは不法行為または使用者責任に基づく損害賠償として約330万円の支払いを求めて提訴しました。この点について千葉地方裁判所は、使用者は労働契約に伴い労働者がその生命・身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負うところ、オリエンタルランドはその義務の一環として女性キャストとの間における出演者雇用契約上、女性キャストに対しその時々の女性キャストの心身の状況に応じて女性キャストの仕事内容の調整を行い、または職場の人間関係など職場環境の調整を行う義務を負っていたというべきである。女性キャストは平成25年2月7日ショーに従事していた際、男性客から右手の指を折り曲げられる暴行を受けた。オリエンタルランドのセキュリティ部はショー運営部から女性キャストが暴行被害を受けたと報告を受け、加害者である男性客の特徴をもとに捜索を行い、閉園するまで加害者の捜索を行った。上司はセキュリティ部のオフィスで女性キャストと面談をしたところ、その際労災申請への協力を求める女性キャストの心の弱さを指摘するものとも取れる発言があったものの、オリエンタルランドはその後療養の給付請求書に必要事項を記載するなど女性キャストの労災申請に協力した。女性キャストは過呼吸の症状が出るようになったことから配役について希望を述べることが多くなったところ、過呼吸の症状が出るようになったことを女性キャストができる限り人に知られないようにしていたこともあり、他の出演者の中には女性キャストに対する不満を有する者が増えた。女性キャストは他の出演者の理解を得るため60名ほどの同僚に対し自らの過呼吸の事情を説明し謝罪する手書きの手紙を書き、各人のレターボックスに差し入れたことがあるところ、一部の者からは無理解を謝罪する言葉があったが、その手紙を破り捨てていた者もいた。平成28年1月5日の夜から同月6日午前1時頃にかけて新浦安駅近くの居酒屋において懇親会が行われ、女性キャストは1次会から、同僚は
二次会から本件懇親会に参加したところ、本件懇親会において女性キャストと同僚との間には職場におけるいじめなどについてやり取りがあった。女性キャストはこれらのパワハラ及び職場における常習的ないじめがあったことを前提として、オリエンタルランドが女性キャストの仕事内容を調整する義務に違反し、職場環境を調整する義務に違反したと主張するものである。そして女性キャストの仕事内容を調整する義務の違反については、女性キャストは本件出来事の後うつ症状が発症し過呼吸の症状が出るようになったが、来期の契約締結の可否に影響を与えることをおもんばかり、できる限り人に知られないようにしていたこと、医師は休職の上療養に専念することを勧めたが、女性キャストは出演者雇用契約の継続にこだわり、出演者としての就労を継続しながら治療を受けることを望んでいたこと、オリエンタルランドは女性キャストが出演者としての就労を継続することを前提として、なるべくゲストに接することがないように配慮したポジションである本件配役を配役したものであることからすると、オリエンタルランドが女性キャストの仕事内容を調整する義務に違反したとまで言うことはできないが、職場環境を調整する義務の違反については、女性キャストは過呼吸の症状が出るようになったことから配役について希望を述べることが多くなったところ、過呼吸の症状が出るようになったことを女性キャストができる限り人に知られないようにしていたこともあり、他の出演者の中には女性キャストに対する不満を有する者が増えたのであって、女性キャストは職場において孤立していたと認めることができるところ、出演者間の人間関係は来期の契約や因数に限りがある配役をめぐる圧力を生じやすい性質があると考えられること、女性キャストは本件出来事の後うつ症状が発症し過呼吸の症状が出るようになった後も来期の契約締結の可否に影響を与えることをおもんぱかり、できる限り人に知られないようにしていたが、女性キャストの状況は遅くとも平成25年11月28日及び12月18日の面談により、部長マネージャーの知るところになったことによれば、オリエンタルランドは他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、女性キャストが配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務を負っていたということができる。ところがオリエンタルランドはこの義務に違反し、職場環境を調整することがないまま放置し、それによって女性キャストは周囲の厳しい目にさらされ、著しい精神的苦痛を被ったと認めることができるから、これによって女性キャストに生じた損害を賠償する義務を負う。よってオリエンタルランドは女性キャストに対して88万円を支払え。と判決を下しました。今回のケースで裁判所はディズニーランドで働く女性キャストに対する上司や同僚からのパワハラ発言について、その不法行為性を否定したものの、女性キャストが職場で孤立しないよう職場環境を調整する義務を怠ったという安全配慮義務違反を理由に、オリエンタルランドに損害賠償を命じました。これに対して控訴審の東京高等裁判所は、パワハラの発言に関しては客観的な証拠と整合せず、また女性キャストの状況に理解を示す同僚もいたことから、オリエンタルランドに
女性キャストが孤立しないように職場環境を調整する義務違反はなかったと、女性キャストの請求を認めませんでした。それでも企業側にはパワハラ対策を講じることが求められていることに注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。